原発の前でちょっと風が冷たくて近いですけど、どうも反原発、脱原発、終電は世界原発、世界原発の原子力発電事業をやめろという公表に処理していきましょう。テントの中にいたりとしますけど、ちょっとこちらの人数が少ないので、テントの皆さんもご協力ください。今テントの人です、僕はご協力します。じゃあ最初もう短いけどしっかりコールから行きましょう。原発いらない、原子力発電
罪を犯さない人間はいない。当然原子力発電所でも小さいものから大きなものまで事故を起こす。少なくとも大きな事故が絶対に起きないとは絶対に言えない。それにもかかわらず日本では原子力発電所だけは住民に被害を及ぼすような事故は絶対に起きないと宣伝されてきた。しかしそれは単なる宣伝で、原子力を進めてきた人たちも破局的な事故を恐れてきた。それだからこそ原子力発電所だけは都会に建てず、都会を遠く離れた地だけに押し付けてきた。そして2011年3月11日地震と津波に襲われた福島第一原子力発電所はついに恐れていた事故を起こした。日本では政府、電力会社、原子力産業、労働組合、マスコミ、裁判所など全てを含んだ原子力村と呼ばれる巨大な組織が原子力を推進してきた。それに反対し抵抗する人間もごく少数いたが、ブルドーザーで潰されるように潰されていき、多くの国民は日々流される安全宣言を受けた。そして恐れていた事故が起きた後も原子力村は事故を少しでも軽くせようとした。原子力事故についての専門知識を持っている者から見れば、すでに3月12日に1号機の原子炉建屋が爆発で吹き飛んだ時に余震が出てしまったことは分かった。私は余震から警告を開始したが、原子力村は原子炉が溶けたことを認めず、事故は国際原子力事象評価尺度のレベル4、事業障害への大きなリスクを伴わない事故だと主張し続けた。そして14日には3号機が爆発、15日には4号機と2号機で爆発が起き、大量の放射性物質が大気中に撒き散らされた。猛烈な放射能放出はほぼ2週間にわたって続き、政府の無策のもと被爆を避け得た住民たちも被爆させられてしまった。原子力の安全保安院が国際原子力事象評価尺度を最後のレベル7に引き上げたのは、大量の放射性物質の放出がすでに終わった4月12日になってからです。原子力村は犯罪集団だと私は思う。その中にいた、あるいは今もいる中心メンバーを犯罪者として処罰したいと思う。しかし原子力村の犯罪者は今に至っても誰一人として処罰されていないし、いまだに政治経済の世界に君臨し続けている。大量の放射能放出が止まったときも、原子力村はこの事故の被害を小さく見せるために様々な方策を続けた。東北地方、関東地方の広大な地域が放射線管理区域に指定されなければならない汚染を受けているにもかかわらず、100人死んでいる者の被爆は安全だとして人々をそこに捨てた。さらに2011年暮れには冷温停止状態なる言葉を新たに作った。冷温停止とは原子の圧力容器が健全で、その中に水を蓄えることができる。そしてその水の温度が100度 C 未満になる。つまり原子炉が安定的に冷やせる状態を言う専門用語である。しかしすでに原子炉は溶け落ち、
圧力容器の底が抜けて水を食べることすらできなくなっている。それなのに低温停止という専門用語に状態という言葉をつなげ、あたかも事故が収束したかのように主張したのである。実際には溶け落ちた原子炉がどこにあるかすらわからない。原子力発電所の場合には放射能があるため現場に見に行くことができない。こんな事故を予測していなかったため、それを知るだけの特定機の配置もない。通常の運転のために設置されていた特定機も過酷な状況の中でと壊れてきた。全く高いのままに今も運転を続けている。少しでも被害を食い止めようと、ほとんどが重装化した下請け孫請けの労働者が基幹作業に従事して不幸を続けている。一方、事故に災害の責任がある原子力村は無傷で生き延び、大井原発を再稼働して、さらに今後も次々と原発を再稼働させようと画策している。国が決めたパブリックコメントでは、2030年には原発をゼロ、あるいは即刻ゼロにするという回答が圧倒的に多かったにもかかわらず、今度は2030年代、つまり2039年までにゼロを目指すという、それは舌の根も乾かないうちにアメリカの大会が決めて閣議決定すら見送った。さらに、すでに許可した原子力発電所はそのまま建設も運転も認めるという。そして新しく設置した原子力規制委員会の委員に原子力村の中心メンバーを指名し、今後次々と再稼働容認の道を進もうとしている。40年経った原発の稼働を認めないといった話も例外規定で稼働が容認されそうである。全体全体責任の温度が予想よりもはるかに上昇して、すでに98度 C になっている限界原発1号機すら運転が容認されそうである。また日本で地震から免れる場所はもともとないが、敦賀原発、島根原発、滋賀原発、高浜原発、門司、6カ所再開工場などは発電所に対する評価を不可に挑戦するので安全審査をパスしてきた。その審査が今ようやくにして問題として取り上げられてきたが、今度は発電所工場になっても一律には禁止しない、新たな安全評価基準を導入すると言い出した。原子力の歴史を見ていくと、先の戦争と全く同じのとも思いを深く、巨大な流れが一度過ぎてしまうとそれを止めることは難しい。間違いだと分かっていても発言すら許されなくなる。戦争中の軍部の中にも戦争が誤りであったことを認識した人はたくさんいたが、誰もそれを言い出せず、敗戦が決定的になった時点でさえ勇ましい声に従うしかなかった。福島第一原発事故が事実として起きた今、原子力に手を染めたことが誤りであったことは当然知らなければならない。しかし政界も経済界も原子力をやめると経済が成り立たないとか、電気料金が高くなったぞと言って原子力を続けようとする。そもそも原子力をやってしまえば無毒化できない核分裂生成物を作ってしまう。そのため
原子力発電は当初からトイレのないマンションと言われた。どんなに豪勢なマンションでもトイレがなければ住むことはできない。自分が無毒化できないゴミを生むような選択はただそれだけの理由でやってはいけない。日本では1966年に東海原子力発電所が動き始め、すでに46年経った。この間に生み出した核分裂生成物は広島原発に換算すれば120万トンにもなる。無毒化できないそれは資源に埋めるしかないと言われ、日本では2000年にそれが法律で禁止されている。しかし埋め立ててきた放射能のゴミがもともと掘り出したプラの放射能と同じレベルに入れてくれるので100万年の年月が必要である。そのようなことを保証できる科学は存在しない。原子力村は20年にわたって埋め立ての場所を探してきたが、どんなに移転した地方の市町村もその原因だけは手としなかった。そのため日本ではそれをモンゴルに持っていこうという話が出てきた。誠に恥ずべき国だと私は思う。これほど明けた計画を日本の団体心になって認めてきた。あるいは知らぬ顔をして過ごしてきたんだが、ようやくにして日本学術大臣が捨て池の埋め立ては埋め捨てはしてはならないと提言を出しに行ったんだ。いやはや言葉にできないことを呆れた。また愚かな選択をしてきた。もともと地球上のブラック資源など貧弱で、石油に比べて数分の1、石炭に比べれば数十分の1の資源でしかない。原子力が未来のエネルギー源になることは決してない。また原子力に手を染めた当局は、原子力発電の電気は値段がつけられないほど安いと言われたが、今や事故が起きなくても原子力は最も高い電源であったことが明らかになったし、福島第一原発事故の本当の被害を電気料金に上乗せしようとすれば一体いくらになるのか想像もできない。さらに埋め捨てにすらできない放射能の動きを今後長期にわたって管理するための費用も考えれば、こんなものに手を出すことがいかに馬鹿げたことか、明治時代がまず気づかなければいけない。以上でした。
専門は地学です、例えば原発の近くに現在でいうと大井の原発の近くに核弾頭があるんではないかとかいうふうなことが言われているんですけども、たとえそうじゃなくても地滑りがあっているというふうなことが、述べられていますね。これはですね、もう日本列島どこを見ても地滑りが起きるようなところは山のようにある。見つかってない活断層とか、かつて動いた断層とか、どこにでもあるというふうに思うべきです。そしたら何が言えるか、結論は何か、原発は日本のどこにも当てられないということです。この日本列島は災害列島です。地震だけじゃありません。最近はゲリラ豪雨もある、爆弾低気圧もある、それから昔から台風もある。もういろんなことがあります。雪も5メートルも積もったところもあります。それが暖かくなって雪崩が起きたら、そういうようなことも考えられます。日本列島はそういうふうに大きな災害が起こる、そういう場所でもあります。だからもう一度言います。原発は日本列島に作るべきではない。今ある原発はもうそのまま止めたまま廃炉にしなさい、そういうふうに言いたいと思います。そして大井の原発も9月に定期検査があるそうです。そしたらその後そのまま止めなさい。以上です。はい、ありがとうございました。やってくれればというふうに言われています。最初に正しく和訳されていれば、原発について私たちはもっと敏感になり、原発事故やそれに伴う放射能の危険性をもっと真剣に受け止めていたのではないかと思う。時代を担う子どもたちのためにも、今後は核発電という言葉を使っていくことが適切だと思うというふうに書いてあります。私もずっとこ の, 福島の事故が起こるまでは本当に認識が原子力の平和利用とかいう言葉によって騙されていたんですけど、本当に今回の事故で原発が本当にもう私たちにとって絶対に相容れないものということが発信したわけです。
生み出された、作り出された核のゴミ、
福島が示したように、この地球上に生き物が生存できない、長時間にわたって何万年にもわたって放射能が残る、経済は破壊され、産業も破壊され、何よりも人の営みそのものが根こそぎ破壊される、そういうものを生み出すもんだ、それが原子力発電所である、それがね、原子力発電所の本当の姿ではないでしょうか。電気を生み出すのはほんの小さな姿。宮殿の皆さん、仙台原発の再稼働の準備は白灰放射能を生み出す準備作業に他なりません。そういうものは今すぐやめて原子力発電所を廃炉にする作業を始めようじゃありませんか。何度でも言います、私たち人類には続けていきたいと思います。
に突っ込んではいけない、直ちに背後に しなければいけないということを証明しておると思います。昨日や今日の新聞を読むと、先ほどの方もおっしゃっていたように、伊方原発やあるいは仙台原発を再稼働する動きが広がってきております。さらには大井原発も安全基準を超えたとか勝手なことを言いながら再稼働に向かった動きを強めております。私たちは絶対にこうしたことに反対です。もともと放射能というのは人間が生活するためにその放射能のを遮断して、そうした条件が組み立たれて初めて地球上に私たちが生存する条件が始まったのです。今作り出している原発放射能は全くこうした人間の生活の生き方に相反する、とんでもないことです。2万6000人の放射能の安全をどうして私たちは責任取ることができるでしょうか。小池さんも今言ったように、一旦事故が起きれば人間の力ではどうすることもできない、これが原発です。私たちはそういう意味でこの終電前検討をさらにさらに再稼働を阻止し、そして原発をなくすまで戦いを続けます。そして近代企業もさらにさらに毎週毎週戦いを続けながら、終電の皆さんに訴えながら、そしてより多くの仲間を増やしながら反対行動を訴えて、原発を廃炉に向かって戦いを進めていきたいと思います。終わります。はい、ありがとうございました。じゃあ次なの、私はスプリンコールを入れたいと思います。寒いから、寒いから、あの力いっぱいお願いします。一緒に声を上げましょう。Thank you.
こういう原発の根源は何か、世界にはびこる不正義の根源は何か、こういうものをしっかりと示せず、柔軟で強力な運動をこれまで以上に気を続けられてございませんか。非常に反対します。はい、ありがとうございました。じゃあ次です。今日も新聞を読みました。毎日新聞にだいぶ前に紹介しましたけれども、虚構のサイクルといって、電力会社がどういうふうに動いてきたのかとか、国家がどういうふうに原発を推進していったのかとか、バックをつけるシリーズがあります。で、今回は第2部の政策誘導班ということで、国会議員の勉強会に電力会社の幹部がいらしてきて、それで原発推進の影響力を与えようと、お得なことをやるということで、皆さんにお伝えしたいと思います。タイトルは、発行部と示さず最初の一致協調、議員に入る、ゲーザー保障源泉が開封書というものです。昨年夏、青森県六ヶ所村の再処理工場を経営する日本原燃幹部が東京永田町の与野党国会議員の事務所を回り、 A4 版13ページの文書を配布した。表題は今後の核燃料サイクル政策について六ヶ所再処理工場の運転です。発行元を明示しない海文書のような体裁で、原発で使用済みになった核燃料を再処理する意義を強調する内容だ。使用済み核燃料の取り扱い方法について、約70人の国家市や民党国会議員が勉強会を作り、昨年2月最終処分に目処が立つまで国が政治になって廃棄を保管すると教材をまとめていた。台風を透明中断し、原発の分断した関係があった。台風はこれに対していた。責任保管は現実可能、後継不当な責任提案。昨年1月、若手議員が原燃幹部を呼び止めていた。当時の議論を巻き込む、誇りだけの提案、それを後継不当というのか、それと人中にこのようになりませんと述べ、発行元を記載していないことを悪用し、文書の存在を知らない政治は不幸だと主張。文書にはデータの固定もあった。電動する約 1.7 万トンの使用する核燃料から、中途リングやウランを採取した資源に利用すれば、約 1.5 兆キロワットの電力需要が得られると期待されている。原燃によると、使用する核燃料を採取して、新燃料を出す割合を 26% と仮定している。内閣府関係者が異論を唱える。海中弾を燃料に変える工場は日本にはない。計画災難、今世紀半ばまでは実現しないだろう。現状で使えるのは海中プルトニウムだけだから、再生率は 10%。そうなると、再処理後の発電量は約5600億キロワットと4割弱に絞る。原燃の広報担当者は、作成者は田中康邦選手。発行元を記載していないのは社内用の文章だからだが、外部の人に個人に見せていただくときに使用することはある。データについては一定の前提で計算した事例であり、補助ではないとしている。電力充電10社で作る。電気事業連合会も議員向けに文書を配布する。取材班は2004年の5月に配られた A4 版37ページの文書、原子燃料サイクルについてなぜ再処理を進めるのかを説明します。
継続させたくないという安倍内閣の意思の表れであろうと思います。さらに総区に対しては大特会の告訴により新たなる逮捕基礎攻撃がかけられる恐れが現実のものとして今浮かび上がっています。このような大特会右翼と警察権力が結託をして私たち市民の運動を弾圧してくるということは私たちとしては絶対に許してはいけないと思っています。総区に対する態度の逮捕と逮捕基礎攻撃を跳ね返すために私たちは全国で共闘していかねばならないと考えています。またこの大特会の告訴に基づく大特会と警察の癒着による弾圧は反喜でさんという今大阪拘置所の中で捕らわれている反喜でさんに対してはまさに三件もの弾圧という形で同じように大特会とつるんだ警察の弾圧がかけられようとしています。私たちはこのような警察の弾圧、市民運動に対する弾圧を市民運動共同の力で跳ね返すべく福岡市民救援会を結成します。明日福岡市民救援会の結成後初の会議があります。明日の5時半から福岡市役所の7階市議会等の会議室において福岡市民救援会第1回の会合が開かれます。すべての皆さんが福岡市民救援会に結集され共に判断圧の戦線を構築していただきたいと思います。最後にスピーコールを上げたいと思います。スピーコール、スピーコール、絶対原発の再稼働を許さないぞ。絶対原発の再稼働を許さないぞ。全ての届いていると感じています。で、私
7月20日からの本来の1周年ですけど、明日が土曜日で、土日休日休みで、今日で、2周年の祝いやってます。今日は何かしら突風とちょっと寒さが冬に戻った感じで、雨にも負けず風にも負けず、そういうことで、もう一回私たちを、この寒さの中で鍛え直していただいているかなと思います。で、中電止めよう本店広場も震災金曜日行動も同じ思いで、この中電本店前で、立ち続けています。思えば本当にもう2年もなるんですけれども、私はこのテント張って以来マイクを持って、毎回乗船しておりました。4月、まさに今も春になりました。で、その前ひばりがピーチクパーチクと空高く舞っている中で、ひばりが放射能を吸ってピーチクパーチクと支えている中で、中電の皆さんにこの東電で最初に自殺者が出ました。農家の方で本当に感性込めた無農薬野菜を作るだけじゃなくて、まず土をですね、完全に土作りから始めた農家の方が、多くの方々に、命と健康を守るために野菜を続けてきたけど、放射能汚染によって、出荷が禁止され、野菜作りができなくなった。その農家の方がまず自殺されました。また次に自殺者として報道されたのが、酪農家の方でした。この方はフィリピン人の女性を負担と持ち子供を産んだ方でした。で、酪農家の方も一生懸命、その酪農の牛を育てて乳を絞り、その乳を皆さんに消費者に売っていましたけど、売れないということで、どこにしていただければならない、一生懸命、育てた、そして、乳牛としての乳がどこに捨てられるという事態に追い込まれて、しまいました。奥さん子供はフィリピンに帰りやられて、本人も後ほどフィリピンに行くんですけど、やっぱり自分の地元に帰って、やっぱりしかし酪農が続けられないということで、入軍という小屋に原発さえなければという、落書きというか勇者に書いて自殺なされた、こういう痛ましい言葉を送りました。それ以来、現実2年間経っても同じ状況がまだまだ福島では続いています。で、私たち原発を止めよう中電本線広場も震災福岡、震災、原発止めよう行動も同じ思いで、中電にもうやめていいんじゃないでしょうかということで、訴え続けてきています。で、私たちはこれからも声を出し立ち続けていきたいと思います。それは本当に今の文明社会で歴史的変革を迎えたこの時代において、私たちは歴史の証人として立っている、そのことをしっかりと中電も分かって、この私たち原発止めよう中電本線広場に中電の原発止めよう、そして日本アジア全世界の希望の星になろうということを訴えています。中電の皆さん、残業で大変でしょうけど、ぜひですね、近代共同行動の金融行動のこの声に応えて、いただきたいと思います。
共に私たちが生きるこの福岡の地で、まずは原発を止めて共に生きる社会を作っていこうではありませんか。どうも今日はありがとうございます。これからまだまだテントの中では2周年の祝いがあります。寒い中で頑張っていただいた震災行動の方もちょっと、心胃袋を温めるためにこの後テント内に入っていただきたいと思います。どうもありがとうございます。どうも、はい、どうもありがとうございました。じゃあ一応これで、第41回目の、震災金を出す現場を終わります。来週は、26日でしたね、第42回です。今日はちょっと寒くなって大変でしたけど、風邪などもいただいてご注意されて、それから5月3日もですね、5月3日は43回目になりますか。まあ、ゴールデンウィーク中ですけど、震災企業脱原発は毎週やるということでやってますので、世間がゴールデンウィークだろうが何だろうがやります。ご都合のつく方はぜひいらっしゃってください。では